尻富士が見える。やば、めっちゃかっこいい。え、近くで見たい。かっこいい。うおすげえ。車止めて、はい、止めたの。予約する。止めるよ、写真撮るんだから。ドナルドと。ナルド。いたいた。ドナルドさんいた。顔こんな顔だったっけ。いや、なんか怖くない。ちょっとケンに似てない。到着です。日本最北端店舗。45稚内店。すごくない？写真撮らせてもらえなきゃと。似てるかな。笑い方も。いや、怖。食べるしかないね。来たからには。ホタテバターシャカシャカポテトとかあったらどうする。特別メニュー。てかホタテバーガーとか。絶対ない。なんか。めっちゃ混んでんだけど。満席なんだけど。満席だ。うわ、久々だマック。確かに久々だね。こういうさ、縦長のナゲットとさ、うん、こういうまん丸いナゲットだったらさ、絶対こっちがいいんだよね、私。あれだったらさ、このバーベキューソースにさ、うまくつけれないじゃん。確かに、うんうんうん、確かにね、つけやすいね、これだったら。うん、おいしい。まさか、稚内に来てマックを食べるとは。最北端に釣られた。めっちゃ混んでたな。新しいよね、めっちゃ綺麗だもんね、うん、これはただのおやつでラーメンを食べる。食べたい、しじみラーメン。二人で一つだね。え、一つずつ。あんた食えんの。マスタードとさ、バーベキュー両方はとった。完全にバーベキュー。実は、うん、ダブルでつけるのがめっちゃ美味しいんだよ。え、マスタードとバーベキューを。いや、本人やったことない。じゃあ行きますか。市場？そうだ、市場忘れてた。市場行こう。市場行って、うん、もうティッシュを行くってこと。温泉入ってもいいし。市場、ゴー。いいよ。あ、稚内の道の駅なんだ。良さそう。すごい大きいよ。福港市場？かつ毛ガニ、タラバガニ。いいね。楽しみですね。本当はホタテが有名だから、うん、殻付きのホタテ、うん、買おうと思ったんだけど、なんか今時期的にあんまりないらしい。なんかちっちゃいホタテしかないみたい。だから利尻昆布の味噌汁買った。楽しみ。昆布、利尻といえば昆布でしょう。ああ。本当は稚内の最北端の銭湯にでも使って、うん、ゆっくりしてから帰ろうと思ったんだけど、その稚内と今テントを建ててる初山別のちょうど中間地点にあるテシオっていうところで、テシオの有名なしじみラーメンを食べたいんだよね、うん、そのしじみラーメンがなんか一日中やってると思いきや、なんか2時半とか3時で閉まるお店が多いってことに今気づき、もう銭湯とか入ってる場合じゃないわって言って急いでテシオに今向かいます。まあ、銭湯は普通にキャンプ場にあるから、ちょっとここの最北端の銭湯入りたかったけど、ね、ちょっとまた来ようよ。さっきのさ、岬のところでさ、意外にも時間使いすぎたっていうか。確かに。こちら1時間ぐらいあそこでブラブラしてて、ちょっとパツパツになっちゃったっていう、はい、急いでちょっと向かいます。いや、ギリで3時までのお店なんだけど、今テシオの到着時間が2時50分ぐらいだから。やば。いや、まさかね、昼で閉まると思わなかった、ラーメン屋、ラーメンが。いや、最北端の銭湯入りたかった。悔しい。結構レビューがめっちゃ良かったのさ。もう何度でも来たい。この辺に住んでる人が羨ましいとか、すごいいいレビューばっかりだったのさ。で、サウナもあるんでしょ。最高じゃん。バッチバチの。バチバチ。サウナが95度で、水風呂が14度ぐらいかな。バチバチやな。ちょうどいいね、水風呂。
天塩川。広いね。天塩着きました。ここにラーメン屋さんがある。なんか本当は、ここ以外にもいろいろあるんだけど、もう1時とかで閉まってるところが多くて、まあ、ここにしようかなと。知ってるっけ？ポケモンマンホール。ああ、持って街中にあるの？全国とか。え、そうなんだ。へえ。もうすでにいい匂いしてきてます。カツシシ特大みたい。あ、でかいね。大きいよね。うん。これとか。すごい。アサリぐらいあるかも。買ってみる？216円だって。味噌汁かな。さっき買ったビシリ昆布の出汁にさ、しじみも入れてありじゃない、出汁出汁出汁マジめちゃくちゃうまそうなんだけど、この透き通ったスープが大好き。ちょっとケン食べてみる。ケン食べなさい。ケン食べなさい。ケンいいから。いいからいいから。今回はケン食べなさい。運転頑張ったでしょ。ダメダメダメ、早く伸びるから。ずっと食べたかったんだよね、私、して塩のしじみラーメンって。うわ、見てこのスープの輝きおいただきます。いやいや、嘘だ。半端ない。めちゃくちゃうまい。嘘だ。いただきます。うまいしょ。うわぁ、いや、なんだろう、優しい。優しいけど濃い。味濃い。なんて言うんだろう、優しいんだけど、うん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 、深い。そうそう、かなり深いと思う。これが大あさりの味か。真夏に熱々のラーメンを食べております。麺は普通。うん、麺は普通だけど、うん、普通に美味しい。出汁だけでインパクトが強すぎ。あんたまだ食うの？これ見て。うん？宇野牧場生産直送最高峰の牛乳。いや、これは食べるしかないでしょ。見たことないもん、宇野牧場。これはレアだよ。これはまあ、はい、調査です。食べましょう。このソフトと牧場直送の牛乳アイスカフェラテ、これも飲みます。表面がツルツル、すごい。わ、すごい、なんかずっしり重め。すごいね。わ、すごいねっとり。うん、あ、なんか新しい。なんかすごい、なんだこの舌触り。新しい、うん、新ジャンル発見。なんだこれ、何系。結構重めのもったりした感じなのに、牛乳はしっかり、うん、かなりしっかりついてる。牛乳、牛乳よりの、なんだずっしり系。うめえ。なんか舌触りがさ、かなり滑らかで、なんかさ、奥の方にいない？ガサガサ系。え、最後最後、はい、舌で潰してみて。いや、でも全体的には滑らか系だよ。でもほら、だから中間なのか。外見は滑らかなんだけど、うん、二重人格。うん、 AB 型だわ。事件発生しました。エビの汁がもうダダ漏れ。なんでさ、人生の終わりだ。うちらってさ、学習したいしないんだろうね。悲しい、本当に悲しい。うわ、臭い臭い。鼻につけんなや、指。最悪。こちらのテントも埋もれてたりして、ね、降りてくる瞬間がすごいです。うぅ、今日も綺麗かい。もう意外と増えてないかも。今日もですね、お世話になりました。岬の湯、最高やな。
この上ない幸せだ。温泉入ってアルニカのシェルターの中で景色を見ながらビールを飲むのが人生で一番幸せな瞬間かもしれん。景色がね、尋常じゃなく絶景なのよ。露天風呂やばかったよね。やばかった。おいしそう。ありがとうございます。さあ、凍ってるウェットティッシュ入れてくれたんだけど、ありがてえ。首に巻きたい。めっちゃ優しい。もう今日はコップじゃなくて、うん、このままでいくか。行きましょう。今日も綺麗だな。でもなんか雲が来てる。でも雲があるのもまたいいんだよ。いいんだよね。でもなんかすごい変わった雲だね、あれね。ピンク。もう帰れないよ。もう泊まるしかなくなって。いや帰らんよ。こんな絶好のタイミングで。まさか2泊するとは思わなかった。結構明日朝大変だけど。大変だけどね。それでも泊まりたいっていう。うん、いやマジで涙出そうな綺麗さだな本当に。えこれさ、なんかオーストラリアの空よりも綺麗なんじゃん。いやうん。ね。俺一番綺麗なのオーストラリアの空かなと思ってたけど。うん、あるんだね日本にも。すごい。ちょっと一瞬間あのピンク取ってきていい、私。いやいや、もちろんもちろん。パシャリと。いやいや、いいよ。隣でさ、夕日見てたおばちゃんがさ、うん、私死ぬときこの空見ながら死にたいって言ってたの。いやでもわかる。マジで綺麗。なんかめっちゃわかると思った。みんなざわついてた。なんか火こ来てよかったってなってたよね、うん、全国から旅好きの人たちがここに集結してる感じがした。さっき茨城の人に会ったもんね。そうだ、うん、すごいわ。まだ綺麗だよ。いや今日は星もすごいわ。きっと今日は星座の勉強してから見るか。あっという間に時間が過ぎますね。何時間でも入れるかも。ここに住める。昼もいいし、夕方もいいし、夜もいいし、朝もいいし。今日は9時ぐらいに寝れるんじゃない、マジで。うん。で明日めっちゃ早く起きて。青い子は朝風呂。おいいね。朝日みたい。朝日はあっち、うん、朝日あっち、うん、そうだ、あっち。わ、蚊が出てきた。ね、入るか。うん。ね、もう結構楽しいんだな。ケイト、フグ何枚食った？でも10枚ぐらい食べたろ。てか10枚ぐらいじゃん、また。じゃあ7。なんか食べ過ぎでしょ。一緒に食べてんなら、二人で食べてんなら。ケン写真撮ってたからいらないのかな。いやそんなことないでしょ。好きでしょ俺も、フグ。無心だったのよ。無心だった。ちょっと蚊やばいよ。ケン蚊やばい。入ろう入ろう。Say it's over, my friend.
How long until the end? Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend. ジュンギスカンです。急遽ですね、ごまで。ジュンギスカンあ、うまい。ジースあるけどうまい。湧かない、遠かったよね。すぐそこかなって思ったけど、往復4時間、ちょっとドライブのつもりが4時間、滞在時間1時間半ぐらい。でも行ってよかったね。うん、よかった。何気にこっち到着したのがさ、もう5時近かったよね。うん、うん、あーちょうどいい、全てちょうどいい。まだ8時です。お風呂行こうと思えばまだ行ける。またさっき入ったじゃん2時間前で。あんた風呂入ってたの、寝かへんの風呂。今日さ、初めて俺らの T シャツを着てる人に会ったんだよね。めっちゃ嬉しかったな。写真撮ってもらったよ ね。あ、キャンプ場でね、ばったり。イベントとかでは来てくれてる人はいたけどさ、うんうんうん、キャンプ場でばったりっていうのは初めてだった。そうそうそう、俺らの T シャツ着て楽しんでくれてるみたいな。いや、めっちゃ嬉しかった。炊くか。炊きましょう。最初はグーじゃんけんぽ。チョキにしようとしたんでしょ最初。何これ、怖っ。カッパの手みたいだった。俺チョキだったら今勝ってたよね。え、あれだよけん、このご飯炊く火を取ってくる固形燃料人でしょ、取ってくるじゃんけん。いや、もちろんもちろん知ってる。最初はグッじゃんけんぽ。あとランタンのオイルもお願いします。あと私の携帯の充電器も。ふざけんなよ。あ、なんか久々だ、お米とか。ケン、ここにハサミ入ってたわ。あ、入ってた。あ、そこに入ってたんだ。さっきさ、うん、声かけてくれた視聴者さんのお兄さんにさ、うん、え、いっつもそのズボン履いてないって言われたんだよね。マジマジ。めっちゃウケたんだけど、爆笑したんだ。爆笑したんだけど、いつも履いてるやつだみたいな言われてさ。夏は短パンじゃん。いや、私これかノースフェイスの短パンしか履いてないんだよね。ほ、うんと2つで回してんだけど。知らんかった。だからもう正解なのさ、大正解で、うん、すごくない、観察力。本当に見てくれてるのさ、多分。だって、あ、いつもそれ履いてるって言われて、もうほんと見られてるんだね。なんか正解とか言って、なんか爆笑したんだよね。めっちゃ面白かったんだけど。おもろ。バレてた、いつも同じの履いてる。かわいいお父さん、めっちゃ見てくれてるな。この時期に履ける長いさ、うん、あ、通気性多いね、ズボンがさ、これしかないのよ、うん、確かに、それすごいいいよね。なんか奮発して買ったけどさ、よかったね、買って。おしゃれだ。これさ、確か9000ぐらいしたよね。アウトレットだっけ。いや、普通のノースフェイスで買って、だからもうこれ多分100回ぐらい履いてんだけど。めっちゃいいのさ。これめちゃくちゃいい。あんた飲むね。何杯飲むの昨日から。こっちは運転頑張ったんだよ。でも県中性脂肪高いんだよ。運動する、運動するよ。なんでこいつがいるの、見守ってんの。うん、頭に虫ついて。かわいそうにしま。暗くなった。暗くなった、暗くなった。そのね、さっき問題のね、シマノの中で大惨事を引き起こしたエビちゃん、このエビちゃんを今から2人で抜いていきます。抜くんだけど、
ちゃ手臭くなる。確かに。エビってめちゃくちゃ臭いんだよね。ピカイチ臭いよね。うん、美味しいけど。え、これ冷凍だよね。即冷凍。え、このご飯に乗せてく？もう。いいね、いいね。そうしよう。味見してみてよ。うわぁ、完璧だ。うわめっちゃ美味しそう。カトラリー一式忘れてますんで、箸で失礼します。そうだ。めっちゃ美味しい。土鍋には負けるけど、のりしく。最高。醤油に浸した海苔。素晴らしい。めっちゃいいそれ。お願いします。怖い。右上にバッタいるんだよね。でか。醤油バッタ。バッタがこのご飯に入んないか不安で不安で。バッタ丼。醤油バッタなんか美味しそうじゃん。なんで醤油って言うんだろうね。昨日サウナ入っててさ、整いスペースの椅子の上に殿様バッタが。座ってたの。座ってたの。うわマジで怖かった。めちゃくちゃでかい。醤油バッタいなくなった。え、醤油バッタって何？今のバッタの名前。うん、え、醤油バッタって言うんだよ。それ知らなかった。ケンが今つけたのかと思った。いや、なわけないでしょ。私が醤油使ってたから。あの形のバッタが醤油バッタって言うんだよ。え、いなくなっちゃった。怖っ。怖っ。どこ行った？いや、いなくなるのが一番怖いんだよ。どこ行った？右か。別にさ、バッタが気持ち悪くないとかそういうことじゃなくてさ、ご飯に間違って入っちゃう。そうそうそう。バッタの漬けみたいな感じになって。しかも剣全部剥いてくれてんじゃん。まあいいよ。もう こうなったら俺やるわ絶対。こんなさ高速で剥いてってるけどさ、ちゃんと味噌残してますから。この味噌ね、この味噌、これがうまいんですよ。このエビの剥き方さ、うん、私もこだわってたんだけどさ、昔から、うんうん、この味噌を必ず残すっていうのに、うん、でさ、すごくない？割と付き合いたての時にさ、うん、ケンの家実家行ってさ、うん、父ちゃんがケイとエビ剥いてやるみたいな言われてさ、うん、で私剥けるから大丈夫ですとか言ってさ、うん、剥いてその味噌残してたんだよね私が、うん、それ見て父ちゃんが、うん、分かってさすがだみたいな。合格みたいな。合格。嫁として合格みたいな。どうでもいい合格点。認められたんだよね。嫁入りの審査、エビの剥き方。いや本当はな、この殻をさ炙って味噌汁の出汁にしてさ、エビの味噌汁尽くしたいところだったけどね。ちょっと今日はもうめんどくさい。もうちょっとね、時間がやばい。こちら明日7時にはテント撤収し始めなきゃいけない。そうだよ。静かにやんないと隣の人起こしちゃう。ね、確かに気をつけないと。海苔の上に生エビが20匹。綺麗に乗せたね。 30? すごい乗ってる。これで、うん、うわうわめっちゃ美味しそう。うまそう。やば。刻みネギとかないもんね。ナイス。これでいきましょう。ちょっとこの卵の上にちょこっとだけ醤油。何これ。めっちゃ美味しそうじゃん。うん、食べません。キュー食べ。隣でお湯を沸かしつつ、これさっき買ったリシリの、リシリ昆布の味噌汁。うん、うまそう。うわぁ、なにこれ。言っちゃっていい、うん、一番うまいとこだと思うけど、食べる。いやいや、しかもそれボタンじゃない。いやいや、早く早く。いただきます。甘い。美味しいんだ。めちゃくちゃ甘い。冷凍。めちゃくちゃうまい。冷凍であること全然問題なし。全然わかんない。やっぱ急速のその急速冷凍の技術がすごいんじゃないか。うん、うまい。甘みが半端ない。なんだこの甘さ。あのエビ味噌もうまいね。これはね、やばいね。やばい、マジでやばい。あ、沸きましたね。とろろ昆布入ってるの。
この粉を入れて160入れます。でも味噌って不思議だね。そうだし粉末なのに味噌、昆布と味噌の粉末ってこと。とろろ昆布って美味しいよね。うまいよね。わお、おいしいね。おいしい。なんかおいしいもの食べるとさ、結構体心配になるんだけど、こんなおいしいもの食べて早死にしないから。わかるわかるわかる。ウニとか食べるとさ、なんか怖くなるんだよね、うん、それを感じた。うますぎて。でもエビってさ、甲殻類、うん、痛風、痛風じゃん。え、心配だ。もうキャンプの日だけにしようけん。だからご褒美はね。もう明日の撤収に備えてこっちのリビング全部撤収したんだよ。そう、うるさくならないようにそーっと。まだ10時だから。でも、うん、テーブルも椅子も全部閉まって、うん、明日朝早く起きてテントを閉まる状態で寝ます。首してる。いやいいもん見れたな、マジで。小三別最高、最高。1位かもしんない。1位かもしんない。マジで最高。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。